はいどうも、しょいてぃみでーす。というわけで、今週1週間トークウィークということで、まあいろんな昔話とか、いろんな、僕の身の回りのお話をしていく、週となります。1週間ね、7日間、連続でトーク動画を、出していきたいと思いますので、結構皆さん知らないような話とか出せると思いますので、ぜひとも聞いてほしいなと思います。そして、僕のこともだし、僕の周りの、野球 YouTuber たちのお話もしてきますので、ぜひとも聞いてください。1本目は、野球 YouTuber 昔話ということで、やっていきたいと思います。約10分ぐらいの動画かと思いますので、聞いてもらえたらと思います。まあ、垂れ流しでこう聞くだけでもいいと思いますので、聞いてもらえたらと思います。まあ、僕がそもそも、YouTube を始めたきっかけやら、その時にどんな YouTuber と交流あったかとか、まあそういう昔の話、きっかけを、話していきたいと思います。まあ昔、ほんと昔に出したんで、まあ、最近見始めた人は、知らないと思いますので、もう本当に一から、僕が2014年か2015年ぐらいに、ずっと肩を壊してた関係で野球やってなかったんですけど、そこで野球を復活します。で、復活をして、まあちょっとこう肩がこう痛いながら投げつつやってったら、急にね、僕ね、10キロを毎日1ヶ月走ってみようっていうのがあって、まあ、走った結果1ヶ月で8キロぐらい痩せて、でそのピッチングに関してもめちゃめちゃいい球投げるようになって、痛みもなく、投げるようになりました。その関係で、まあ、なんかすごい野球をもっとやりたいなって思ったきっかけで、日曜日だけの、チーム入ってたんですけど、別で土曜日のチームに、加入しました。春日部連盟の、MC というチームに、加入しました。で、加入したんですけど、そこでね、結構こう、まあ、そこに入ったのがきっかけでなんか YouTube 始めたっていうのも正直あって、結構ね、若くて僕と同い年ぐらいのメンバーが集まるチームで、本当にエースとキャッチャー、バッテリーが、まあ、僕と、まあ、話が合うようなすごいいい仲間だったんですよ。で、その仲間たちと野球やっていくのが楽しくなってて、で、パワーリーグっていうね、こう施設リーグがあったんですよ、埼玉に。そこに出てて、そこで優勝とかもしたんですよね。そこで僕も結構投げたりしてて、で、しかも関東草野球リーグでも、勝って、西武ドームでやりましたし、すごいいい野球人生を送ってたんですよ。そこ2015年ぐらいかな、確か。で、2016年になって YouTube をちょろちょろ見出して、クーニーさんとか、向こうさんの、ストラックアウトかな、東京ドームの、ストラックアウトの動画とか見てて、なんか向こうさんの動画を見たのをきっかけで、なんか俺でももっと速い球いけるわみたいな、むしろ向こうさんが140投げてるの見て、いや、こんな投げ方で140いくなら俺絶対もっといくわと思って、ちょっとこう対抗心を持ってたんですよ、もともと。で、その MC というチームに、まるちゃんっていうね、子がいたんですよ。そのまるちゃんがとある時にツイッターで、なんか向こうさんとなんかビアガーデンでビールを飲んでるみたいな、もうたまたま見たんですよ。で、え、まるちゃんっていうか、まるさん、向こうさんとつながってるのみたいになって、なんか、あ、すげえ、まるさんってすげえな、すげえ、なんか意外とつながってるんだと思って、まるさんをの名前を使って向こうさんに DM を送ってみたんですよ。はじめましてと、丸山君と一緒のチームでやってますみたいな、よろしくお願いしますみたいな話をして、初めて連絡返ってきて、赤塚公園という板橋と、9月中旬ぐらいかな、氣志團万博のライブの翌日だったんですけど、そのライブに行った後に、向こうさんに、赤塚公園何時に来れるみたいな、撮影一緒にやろうみたいな言ってもらえて、で、丸山くんもいるよって言ってて、で、その時に、初めて向こうさん会いました。で、丸山くんにも会うし、そこで今、野球ユーチューバー向こうさんの、映画が今収録してると思うんですけど、その野球 YouTuber ゆうやの映画のプロデューサーというか監督をやっている向こうさんの元YouTube のプロデューサーの、ミスター T こと、坪井さんにも出会いました。で、そこで、まあ、実際4人で撮影をしたんですよ。それが一番最初の、なんだろう、YouTube 撮影でした。で、なんかその夜、なんか助っ人急遽来れないって言われて、戸田にあるささめグランドまで行ってやったりしたんですよね。うん、そこでは、まあ、向こうさんとも、まあ、まるちゃん来れなかったけど、向こうさんと、坪井さんと僕で3人でささみの助っ人に行って野球したり、あ、すごい楽しいなと思ってて、
でまた別の時に向こうさんとまあ蒲田の方で遊んだりして、夜なんかね生配信ライブですね、ビゴーライブをしながらあのガストで飯食ったりとかいろいろしたり、まあ、坪井さんにも会って一緒にこう野球したりとかやってました。でそこでまあなんかせっかくなんかいい球投げるんだから、なんかピッチャー系のあの YouTuber とかいないしやってみたらみたいな話をされて、でもやり方が全く分かんないから、だから最初の動画の方は本当に喋ってなくてただプレイしてるだけの本当つまんない映像でございました。でそこで、まあ、ずっとそのプレイだけを出し続けてたんですけど、なかなか伸びず、登録者も100人いくかいかないかぐらいで、いました。でそこで、まあ、向こうさんの動画に出たり、カメラもやったり、まあ、いろいろこう手伝いをしていく中で認知度も上がってきて、でそこで向こうずっていうチームを作るっていう前に、実はその向こうずが今、まあ、ありますけど、向こうずができる前に実は他で大井チャンネルの大井くんとゴリスポとも出会ってて、ツイッターのツイキャスで出会ってたんですよ。で出会ってて、そこでちょっとこう交流をしつつ、せっかくだからゴリスポ外野手、向子さんキャッチャーで、大井くん内野手で、品川の方で、野球教室やりましょうって話がありました。ピッチャーいないから、ピッチャー翔平くんピッチャーとして来てよみたいになってて、僕 YouTuber じゃないですよみたいな話をしてたけど、君 YouTube やるでしょみたいな流れになってて、チラシとかも作って公開してたんですよ。グラウンド取ってたはずなのになんかグラウンドがないって向子さんが言い出して、結局その企画はなくなりました。で向こう図もまだ、まあ、発足されてもないし、もともとその日に、野球教室やるって言ってたその日はもう予定を空けてたんで、できないってなった瞬間に予定なくなっちゃったんで、なんかそしたら大井くんにどっか撮影しませんかってなって、大井くんが群馬からわざわざ電車に乗って、あの原宿に行きます原宿に行きました。俺も原宿行ったんですよ。で代々木公園でもうカメラとか持って、あの広い代々木公園でピッチングをした動画を撮りました。それもね、昔の大井くん動画見たら分かるんですけど、本当に僕あのジーパンだったかな、黒いチノパンかなで、パーカー着てる、なんかハイカットのスニーカー履いてる状態でやってたんですよ。まあ、それぐらいもう昔なんですよ。その後ぐらいに2016年の冬前ぐらいにたまたまこう大宮憲法で野球をしてたら、有名なあっぱれが憲法で試合してるっていうのを聞いて、急遽そこに寄ってたらもう試合終わってたんですけど、で兄貴と話をさせてもらって、写真も撮らせてもらって、そしたらあのクーニーさんも、トクさんもライパツさんもなんかみんないて、みんなとこう写真を撮らせてもらって、なんかすごいなんか楽しいな、 YouTuber と会ったイエーイみたいな感じになってました。で一応その時もう向こうさんと知り合ったんで、向こうさんと会ったことありますって話をしたりしてたんで、本当に2016年の本当年末ぐらいからもうトクさんとかあのアッパレチームとはもう交流があって、クーニーさんまだアッパレいたしな、まあ、そんな感じで、ございました。でそれきっかけでなんかやってみたいなと思って、そのもともと入ってた土曜日の MC っていうちょっと若い僕らと同じ年ぐらいの、メンバーで YouTube やるかって言って、俺が先陣を切ってもう3人メンバーをこう入れて4人でみんなチームでやっていこうぜみたいな、あっぱれみたいにやろうぜっていう話をしてて、最初は試合動画をみんなでこう携帯で撮って、携帯で編集して出してたんですよ。でそれをやってたのは4人中2人、俺入れてもう1人、タマさんっていうね、タマダ君って言うんだけど、彼がちょっとやってくれたんですよ。でも結局続かず、離脱してって、最終的に俺だけっていう。だから昔は俺のチャンネルっていうか MC チャンネルみたいな感じではありました。翔平チャンネルみたいなにしたり、翔平 TV にしたり、なんかいろいろこう名前が変わって今に至るんですけども、その MC のメンバーでやりたかったんですけど、結局できなくて、まあ一人でやることになりました。 MC に入ったタイミングで日曜のチームの地元のチームを辞めて、向こうさんに誘われてたマイナーズに入ります。マイナーズで向こうさんと一緒に、まあ、試合をしてました。で場所がだいたい川崎とかのあっちの方だったんで、とりあえずすげえ遠いんですよ、入間から。で入間からまあ川崎家まで2時間ちょっとで行けると思うんですけど、まあその1回ね、向こうさん、あの足がない向こうさんをいつも送り迎えを僕はしてて、2時間半ぐらいかけて8時に迎え行きますって言って、8時に向こうさん家に行くんですけど、だいたい5時半ぐらいに家を出て、向こうさん8時に迎え行きました。埼玉の方で焼けるときは、まあ、向こうさんが家に泊まり来て、朝から憲法に行ったりとか、あの結構やってたんですけど、戸田に行ったりとか、まあ、本当にそうやって向こうさんと僕結構こう本当に毎週週末はいつも一緒にいるっていう状態ではいました。でそのマイナーズをやっていくうちに、ちょっとマイナーズと
向こうさんの関係とか、ちょっとあんま覚えてないですけど、なんで辞めたか覚えてないですけど、とりあえずなんか辞める方向になったんですよ、僕が先に。で、僕があの対談をさせてもらって、次どこ入ろうかなって思ってたら、ちょうどこのマイナーズと試合してた青木製作所スナックスさんっていうところがすごくいいチームっていうのを聞いてて、すごい魅力的に感じてて、すごいスナックってこう気持ちのいいっていう意味なんだけど、あの気持ちのいい野球をするっていうのをこうモットーにしてるチームで、対戦相手もすごく気持ちよくこう野球ができるし、あのマナーよくできる、そういうなんかいいチームだったんですよ。そこに入りたいと思って話をさせてもらって、ぜひぜひってなって僕が入りました。そしたら向こうさんは対談はまだしてないけど僕と一緒に来てました。向こうさんが 本加入する前にちゃんとマイナーズを辞めてから来いよって話だったんで、ちゃんと向こうさんはマイナーズを辞めて、そっからスナックスに来て、一緒にスナックスで、向こうさんとまた同じチームでやる流れとなりました。もうすごい長いんですけどね。まあそれでやっていくんですけど、今度はスナックスはね、スナックスが川崎、マイナーズは目黒とか砧球場とかすごい遠いとこだった、間違えました。はい、でスナックスはその川崎の方で野球やるんですけど、まあ、すごく遠いんですよ本当に。それも辛かったけど、まあ、全泊で、まあ、あの向こうハウスって言われてるミスター T と藤井くんと向こうさんが住んでる家があったんですけど、そこに全泊をして、あの一緒に行ってたんで、まあ、よかったんですけど、なんせさ、この2時間半うちから向こうさんの家までかかるわけですよ。往復って考えたら5時間じゃないですか。5時間何ができるかって考えたら、いつもこう帰ってからは辛いなって思いながら編集をしてた自分がいて、5時間あったら全然もっとなんかいいことできるなってすごい思い出しちゃって、でたまたまなんかグラウンドを、まあ、地元のグラウンドが取れる方法を知って、まあ、申請をして利用者登録もして、そしたらグラウンドがすごい取れるようになって、あ、これはちょっと地元で やりたいな、自分主導でやりたいなっていう、やっぱ向こうさんと今までやってきた中でいろいろ得たものってありました。あの向こうさんから教えてもらうじゃなくて、向こうさんがってやってるのを見てて、あ、これいいな、これもっとこうした方がいいなとか、こう自分の中で学びながら、もっとこうした方がいいんじゃないかって考えながら、ある程度ノウハウっていうのを勉強してきました。そこで、まあ、いるまで、まあ、翔平 TV 練習会を始めますとか言って、あの視聴者さんと一緒に野球をしたりとか、そういう時代がありました。その時代の中で、まあ、今メンバーにいるヒロトも来てたりしてて、まあ、そこで知り合ったっていうのもあるんですけども、まあ、そういうのでだんだんこう地元に来てくれるメンバーというか視聴者の人が増えてきて、今まですごいたくさん来てくれました。結局その関係で、まあ、その地元で野球ができるっていうのを準備が整った状態でスナックスをやめて、向こうさんともちょっとこう毎週会うのはこうやめるというか、まあ、向こうは毎週というか、まあ週各週で会ったけどもう行かないことにして、地元で やりますっていう話をして、まあ今に至るんですけど、もうだいぶ3年4年ぐらい経ってますね。なんですけど、本当に昔は向こうさんと一緒に帯同したり、まあ大井くんなんかはまあ地元というかもうモンタナによく来てたんで、まあ僕に会いにプラス狭山スポーツセンター推しに、あとモンタナに来るためにっていう、こう、まあ、いろんな予定を自分で作って入間に、はい、来てました。彼はまあといった感じで、まあそういう昔話を結構こうやって、やっていきたいと思ってますんで、まあ今後また、まあ今ちょっと途中で終わりましたけど、次もまたあの昔話とかいろいろ話があると思うので、そういう話をしていこうと思います。やっぱね、昔の話って結構ためになるし、こういうエピソードで今になってるんだっていうのが分かると思うので、はい、ぜひともまた、ぜひともお話を聞いてください。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。